ギフムは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、町村でザムトゲマインでチェーフェンを形成する自治体の一つである。ギフムは、軍庁所在地のローテンブルクと北に位置する小都市、チェーフェンとの間に位置する。この町には、全国的に有名なリハビリテーション病院がある。自治体としてのギフムは、ボッケル、ヘーゼードルフ、ギフム、ナルトブ、ベールドルフの、 各集落からなる。この町の議会は13議席からなる。緑地で、基部は黒地。境界線から銀色で、聖マルガレータが描かれている。聖女は、金の髪、金の冠、円環状の金の五行をまとっている。また、両手で金の充実絵を握っている。黒地の基部には右向きに横たわるドラゴンが描かれている。聖マルガレータ教会議阜務には、 約1000年前の荒石造りの聖マルガレータ協会がある。毎年7月第1週末に岐阜無射撃祭が3日間開催される。また、自衛消防団や射撃クラブがそれぞれ主催する、ゆうべの舞踏会が行われる。岐阜ムは、連邦道 B71 号線、連邦アウトバーン A1 号線、現在は貨物路線となっている鉄道ブレーマーフェルで、ローテンブルク線の近くに位置している。 この町には、貯蓄協会の支店や幼稚園がある。また、自衛消防団が組織されている。ありがとうございます。